はい、というわけでやってまいりました。今日はね、丸亀に来てます。丸亀の福島っていうね、エリアに来てるんですけども、まあ、もともとね、これ昔ね、この遊び場だったということで、昔ながらの神社とか、そういう家とかがあったりとか、ちょっとそういうのをね、見ていこうかなと思います。気になるね。まあでもね、雰囲気違うよね。雰囲気っていうか、そのこういうのが あるっていうのはまたなんか神聖な。あ、もうやってないね、お店。なんかいい感じの、ちょっとおしゃれな他があったという。あ、そうですか。ちょっと濁しますけどね、いろいろとあるので。雰囲気がこんなんです。やっぱその昔ながらの景観というか、もうそういう場所じゃないけど、まあ雰囲気がね。うわー、でもこれ古いな、かなり古い。あ、でもこういうのあるね、そういう遊び場には。そうですね、某ね、大阪のあの海のところもこういうのありますね、噴水とか、ね。福島神社。なるほどね、昔これアーケードだったみたいですね。ここにそういうのがあって、そういうのっていうか同じようなお家があって、アーケードになってたみたいですけど、ちょっとなんていうんですかね、こういう感じの、こういう感じのなんか、あ、場所があるんだ。あるっすね。で、昔ながらの。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。まあ、なんかね。神社がある。神社ってお寺？ここ？なんか鳥居があるね。
やっぱやたらなんかそういうのが、ね、あ、出雲大社人は住んでなさそう。立派な。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。